自分らしさを実感するのは周囲の人の勧誘を寄せつけないことが重要なのだろうという見立てですね。もしかしたら今まで自分を保つことが常に脅かされてきたため、あるいは関わらぬことによる傷つきを経験してきたために、周りの自分も入らないように隙を見せない在り方、常に先手を打って前に突き進むような在り方を A さんはここで全面的に発揮していると考えられるかもしれない。そんな仮説を立てました。こうした見立て仮説は確固とした揺るぎないものではありません。絶えず関わりのプロセスの中で修正され、新たな気づきを得ながら新しい見方に変わっていく可能性が大いにあります。さあ、実際こうした理解のセラピストを抱きながら A さんと関わる中で、その後どんな展開が生まれたでしょう。 A さんのその後と同様に B さんのその後の交流については、次回第7回でお話ししたいと思います。第6回心理カウンセリングにおける夢とは何なのか、 A さん B さんのごく初期の関わりを提示しながらお話しいたしました。夢が意味することがおおよそ伝わったでしょうか。感触がつかめていただければ幸いです。今回のテーマは第7回の夢と問いかけ、語りかけにつながっていきます。A さん B さんのその後について今日お伝えしたことを振り返りながら、その後の展開について次回7回にお話しいたします。第6回心理カウンセリングにおけるセラピストの夢をこれで終わりにいたします。
たんで、泣いちゃうみたいな感じで、なんていい話なんだって思って、でオスカー・ワイルドすごいと思って、3歳の子供がそんな感動するのすごいですよ。これね、もう本当感動して、はい、あのお話ってこんななんか人に何か与えるんだと思って、母がまあ。ね、保育園だったのであのいろんな絵本がたくさんうちにはあったんですけど、はい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 、その中でも一番好きだったのが幸せの王子とか、いろんな絵本ありますね。とにかくいろいろ見てたので、はい、こう絵本っていうのがもう自分の体にインプットされてるというか、いつか書くんじゃないかなみたいな。じゃあもうずっとこう早い段階から絵本は書くんじゃないかな、書きたいなというのがあったんですか。なんかこう書くんじゃないかなって。へえ。母のお手伝いで、はい、あのよくその生徒さんに絵を描いたりするんですけど、いろんな絵を作ったり一緒にしてたので、はい、もう普通にやるなと思って。そうなるとこう最初に手掛けられた絵本が幸せな文字ですけれども、それで、でも本当にすんなりとそっちに入っていかれたんですか。なんかね。作品発表しているぐらいの時期に本を出したいなって思っていたところを声をかけてくださったのがこのシリーズを出しているリトルモアさんの、はい、今友達担当者の方なんですけど、声をかけてくれて、はい、私はその出版社がすごい好きだったので、はい、見せに行った時に、はい、その時の反応はまあ普通だったんですけど、まあ、向こうから来たのが絵本を書くのはどうかって来たんですね。まさに何か思ってたこととぴったりってそうですね。しかも幸せな王子はどうですかって言って、だから結構驚いて運命と思って、それ一番私好きな話で、親が最初に教えてくれた話、すごいねみたいになって、これはなんかただの偶然じゃない感じしちゃいますね。なのでもう担当になってから10年以上10年ぐらい担当、結構もう長いんですけど、付き合いが。でも、まあ、その最初のきっかけの話が幸せなんだっていうところが結構大きかったなと思いますね。絵本に携わるようになって、はい、もうね、さらにこう幅も広がっていくことになるわけですけれども、はい、仕事をすることで夢がどん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 叶えていっている清川さんの第2のターニングポイント、来週迫っていきたいと思います。もしもし、ゆうすけ、今日誕生日ね。あ、そうだね、ごめん、今残業中だから。母は毎年電話をよこす。ゆうすけ、誕生日おめでとう。あ、今飲み会中なんだ。誕生日おめでとうね。おめでたくねえよ、めんどくさいと思ってた。自分が親になるまでは元気な男の子です、おめでとうございますと言われて気がついた。誕生日って本人よりも親にとっての記念日なんだ。誕生日おめでとうね。母さん、行ってみたい国とかない？何急に。俺の生誕35周年記念だよ、めでたいだろ。バカね。親孝行は思い切る、叶えるのそばにオリコがいます。オリコプレゼンツフィールドオブドリーム、お送りした曲は木村カエラ、リルラリルハ。